ソロモンでの戦闘は熾烈を極め、ハヤト、そしてスレッガーが被弾、ホワイトベースに帰還した。修理を受け再出撃するスレッガーに思いを告げるミライ。チューリー、死なないでください。そんな未来にスレッガーは母の形見の指輪を託す。空でなくしたら大変だ。預かっといてくれよ。生と死の狭間でひととき二つの心が通い合う。一方、ソロモンの放棄を決意したドズルは自らモビルアーマービグザムを買って連邦の主力艦隊に特攻をかける。こうも簡単にソロモンが落ちるとはな。ビグザムは主力艦隊に特攻する。はっ。しかし戦力をズタズタにされすぎて、遺憾ながらソロモンを放棄する。操縦系を切り替え、私のところへ回せ。お前らもカッコに脱出しろ。しかしカッカ。無駄死にはするな。ドムとザクがいる。それに引いてもらえば戦場から抜けられるぞ。はい。よし、発光信号を上げ。ビグザムは私が預かる。恐怖、機動ビグザム。日本足のモビルスーツ、ビームを跳ね返したな。舐めるなよ。このビグザムは長距離ビームなどどうということはない。道連れに一人でも地獄に引きずり込んでやるわ。圧倒的じゃないか。見たか、ビグザムが量産の暁は連邦謎をあっという間に叩いてみせるわ。うーやだやだ、見てらんないじゃないの。ガンダムちゃん、しっかり面倒見てよ。ビームバリアがあるなら直接攻撃をかけようというのか。こっちのビームがダメならガンダムのビームライフル、そしてビームサーベルだ。いわば三重の武器があるとなりゃこっちがやられたって。スレカ注意。地上は禁物よ。悲しいけどこれ戦争なのよね。アブロ、下から突っ込むぜ。ん、下か。対空防御。まだまだ。いやー、やったな。ガンダムか。そこだ。よくも。そこだ。逃がすか。何？そこだ。
たかが一機のモビルスーツにこのビグザムがやらせるか。やらせはせんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光やらせはせん。この俺がいる限りはやらせはせんぞ。何者なんだ。うわー！